はい、続きまして近藤養魚場さんの白写り、初登場ですね。白写り、そうですね、はい、はい、明け2歳メスでサイズが41センチです。お願いします。はい、まあ、この白写りはですね、去年、いい親と巡り合いまして、あまり親がいいもんですから、まあ、ちょっと撮ってみようかなと思って、作った白写りです。まあ、オスの方もですね、すごい骨格をしていて、まあ、なんとか大きくなる写りができないかなというようなイメージで、作りました。まあ、この鯉はですね、オス踊りでどうかな、8月中ぐらいに撮った子なんで、まだそんなに大きくないですけど、まあ、白地墨質結構いいものを持ってると思うんで、今日1本出しました。はい、模様も非常に目につく鯉ですね。そうですね、この墨模様というか墨の配置がいいので、まあ、白写り作ったのは初めてなんでね、皆さんがどういう評価をするかわからないですけど、本当にね、肌と墨のいい鯉なんで、まあ、実物を見てほしい鯉です。はい、じゃあ横の方もお願いします。はい、非常に墨際がいい鯉ですね。そうですね、墨際も、はい、はい、模様もいいんで、品評会でも遊んでいただけそうな感じですね。そうですね、もう少し締まってこれば品評会でも、まあ、そこそこ戦えるんではないのかなと僕は思っています。はい、非常に目につく白釣りですね。そうですね、はい、いいバランスの白釣りです。いかがでしょうか。近藤養魚場さんの白写りです。明け2歳メスでサイズの方が41センチです。ぜひよろしくお願いします。はい、お願いします。